僕のテーマは主に2つあって、1つは地球温暖化を止める研究で、もう2つ目は、人間をこう火星に移住させる研究をしてます。僕がこれに興味を持ったきっかけ、一番最初は小学校4年生の時で、祖父からもらったスティーブン・ホーキング博士の子供向けの冒険小説の中に、火星が一番地球の次に人類が住める星だっていうようなことが出てきて、火星に住むにはっていう研究をやったことがあって、火星は二酸化炭素の大気に覆われているので、そこから二酸化炭素を集めて何かこういろんなものを作るみたいな、そういう発想に至って、で中学生に上がった時くらいに、あ、自分がやってる二酸化炭素を集める研究って火星だけじゃなくて温暖化を止めるのにも役立つなっていうふうに気づいて、そこからこう火星と温暖化両方のテーマを据えて、俺は火星に行くんだっていう、そういうモチベーションと、俺が75億人全員を救うんだって、そういう僕の中のその何ていうか投資みたいなのはあったと思います。キヤッシーはこの機内持ち込みサイズのスーツケースで本体ができていて、こう手軽に持ち運べるようになってます。ボタン一つ押すだけで二酸化炭素をこう空気中から集められるっていう装置です。でこの前のところについている太陽光パネル、これでヒヤッシーに必要な電力は全て発電しているので、コンセントにつなぐ必要はもちろんありませんし、完全にエコな装置になってます。でスーツケースの上の部分には顔が表示されたタブレットがついていて、そこにこうニコニコ顔が浮かんでるんですけど、実は人工知能も搭載していて、おしゃべりができるようになってるんですね。例えば温暖化の知識とかも教えてくれるし、あるいは普通に雑談とか、それこそダジャレ言ってとか、無茶なリクエストにもお答えするような装置になってるので、人の心に寄り添ってくれるようなドラえもんみたいな相棒的な存在になればいいなと思ってやってます。でそれ以外にもこの冷やしで集めた二酸化炭素を今度は取り出すトルシーっていう装置とか、あと今やってるのはその二酸化炭素から何かこう車やロケットの燃料を作るっていう装置の開発をしているところです。本当に温暖化を解決したかったら、75億人全員一人一人の意識を変えなきゃいけないと思ってるんです。すでに今まで二酸化炭素を集める工場みたいなのは海外で何社か作ってるんですけど、それって一部の科学者しか関わらないし、一般の人々には触れる機会がない。でもヒヤッシーって一家に一台を目指してるので、科学が嫌いな人たちにも楽しんでもらえるし、そうすることでみんなの中の温暖化に対する意識が変わって、それが最終的に例えば投票とかにつながって、それが政策とかに反映されると国も動くようになる。それを意識改革、ある意味文系的な視点で製品開発をしてるっていうのは僕しかいないので、そこがユニークな点かなとは思っています。僕の野望、今後の野望はズバリ人類で初めての火星人になることです。2045年までに。そのためにまずは地球温暖化を止めなきゃいけないので、僕が地球温暖化を止めます。でその次に、今石油製品って呼ばれているものを全部二酸化炭素から作った、いわば空気から作った空気製品にしたいんですね。でそうやって温暖化を止めつつ、最後に火星に行くと。それが僕の夢であり野望です。